ベッペグリッドは、イタリアのコメディアン、俳優、ブロガー、政治活動家。本名は、ジュゼッペ・ピエロ・グリッド。2009年に、ジャンロベルト・カザレッジョと、五つぼ春道を結成した。リグリア州ジェノバに生まれる。会計士の勉強をしたが、大学を卒業することはなかった。高校に通った後、あるオーディションで即興の一人芝居をした結果、たまたまコメディアンになる。 その2週間後に、テレビ司会者のピッポ・バウドに見出され、セコンド・ボーイというバラエティ番組に1977年から1978年まで、出演。1979年には、エンツ・ォトラバニの、ルーナ・パークや、バラエティ番組フォント・スティーコにも出演した。1980年代には、テラ・デュー・イオエル・アメリカとテロ・ドゥー・イオエル・ブロジーレイという番組で、 アメリカ合衆国やブラジルを訪れた経験を語った。これが元で、グリロメトロという別の番組では主役を務めた。ピッポ・バウードと共演する、グリッド間もなく、グリッドのパフォーマンスは、イタリアの政治家を攻撃する、政治風刺の色合いを帯び始める。1987年には、フォントスティーコ7という土曜日の夜のテレビ番組で、 中華人民共和国を訪問したベッティのクラクシ首相とその所属政党であるイタリア社会党を攻撃した。その結果、グリッドは公共放送から事実上の出入り禁止処分を受けた。1990年代の初めからグリッドはテレビ番組にあまり出演しなくなった。1993年にグリッドが イタリア放送協会に生出演することが認められた時には1500万人という記録的な視聴者数を集めた。グリッドはしばしばライを自らのプロパガンダに悪用している政党に資金を融通しているとして公共放送であるライを非難している。グリッドは追放処分とされたものの5つ母し運動の大会の模様は政治討論番組をはじめとする。 テレビ番組で頻繁に放映される。2014年5月19日には深夜の人気政治討論番組ポルタ・エポルタに出演するためグリッドがライを訪れた。これは同年の欧州議会議員選挙の選挙運動の一環であった。同日のポルタ・エポルタは300万人が主張した。2015年8月現在、グリッドはイタリア国内外で公演を行っている。 そのテーマには、エネルギーの利用や、政財界の汚職、財政、言論の自由、自動労働、グローバル化、テクノロジーなどがある。グリッドはブログを開設しており、毎日更新を行っている。テクンラティによると、そのアクセス数は世界で10位以内に入る。2008年、ガーディアンは、グリッドのブログを世界で最も影響力のあるものの一つに挙げた。 グリッドは、アントニオ・ディ・ペートロやファウスト・ベルティ・ノッティ、レンゾ・ピアノ、ダリオ・ホ、ジョセフ・イース・ティグリッツ、ダライ・ラマ14世、ムハマド・ユヌスなどの著名人から手紙を受け取っている。イタリア政治への関与を深めるにつれて、グリッドはウェブが直接民主主義や公正な社会を実現するための新たな可能性を持つことを強調するようになった。したがって、 グリッドはイタリアにおけるデジタルユーロピアニズムの中心人物となっている。ボローニャのブユンドーで演説するグリッド2005年9月1日、グリッドは自らのブログの読者から寄せられた資金を使ってイタリアの新聞ラレププリカに全面広告を掲載した。それはアントンベネタ銀行の不祥事に関連して当時のアントニオファツヨイタリア銀行総裁の辞任を求める内容だった。 2005年10月、タイム氏は、汚職や財務上の不祥事に対する追求から、グリッドを欧州のヒーロー2 0 0 5の一人に選定した。2005年11月22日には、インターナショナルヘラルドトリビューンにも全面広告を出し、そこで有罪判決を受けた国会議員は、たとえそれが第一審であったとしても、市民を代表すべきでないと主張した。グリッドは、 有罪判決を受けたイタリアの国会議員の名簿を自らのブログに掲載し定期的に更新している。2007年7月26日にはブリュッセルの欧州議会で発言が認められイタリア政治の状態に議員の注目を向けた。グリッドはこれまで国内外のいくつかの政治運動を率いてきた。2007年9月8日にはイタリアで V の日の祝祭を組織した。 この部位はイタリア語でクソッタレを意味するバフォンクロの頭文字である。このイベントでグリッドは汚職や課税逃れ、殺人教唆などの罪で有罪判決を受けた24人のイタリアの政治家の名前を挙げた。このイベントには200万人以上のイタリア人が参加した。グリッドはまたこのイベントの参加者に法案の住民発議制度の導入を求める。 請願書に署名するよう求めた。これは有罪判決を受けたイタリアの国会議員の除名を図ったものであった。第2回のイの日は2008年4月25日にトリノで行われた。そこでは政府から財政支援を受けているイタリアの報道機関がやり玉に挙げられた。グリッドはイタリアの報道の自由の欠如だけでなく、 仮想に対する支持を表明したウンベルト・ベロネージ、元厚生省、イタリア国内の北、大西洋条約機構基地、シルビオ・ベルルスコーニをはじめとする政治家、ヨーロッパ7に割り振られた、周波数を未だ引き渡さないレティ4という、テレビ局などを厳しく批判した。2008年8月にはオーストラリア放送協会の国際情勢番組フォーリンコレスポンデントでグリッドが取り上げられた。 同化しの気候誌と題されたリポートでは、グリッドの暮らしぶりや政治活動、部位の非運動、インターネットを政治活動のツールとして利用していることなどが紹介された。ローマで遊説中のグリッド2010年、グリッドは5つ星運動という政治運動を旗揚げした。これはインターネットを介して、政治図や直接民主主義に関する自らの理想を広めることを、期としたものであった。 まもなく同運動は政党に発展し、2010年の地方選挙では4人の地方議会議員が誕生した。2012年の地方選挙ではさらに勢いを増し、全体の得票数で3位につけたほか、パルマの市長選挙で勝利した。2013年の総選挙では25.5%を得票し、大議員選挙の得票率では2位につけた。しかし、政党連合に、 有利な選挙制度のため、獲得議席数は109にとどまった。欧州議会では、5つ募集運動は自由と直接、民主主義のための欧州という会派に所属している。2014年に、グリッドは、イタリアのユーロ圏残留に関する国民投票を実施するため、400万人の署名を集めることを狙っていると明らかにした。1980年、グリッドは、 自動車事故で過失致死の有罪判決を受けた。この事故では3人が死亡した。2003年には名誉毀損でグリッドを訴えていたリータレイビモンタルチーニとの間で時短が成立した。グリッドはあるテレビ番組に出演した時、ノーベル生理学・医学賞受賞者であり、イタリアの就寝上院議員でもあったこの女性をババアのバイタと呼んでいたのである。 イタリアの司法がパルマラット社の不祥事を審理していた際、グリッドは承認関門を受けたことがある。それはグリッドがテレビ番組の中で同社が間もなく破綻することを予測していたためであった。予測に成功した理由を判事から問われたグリッドはパルマラット社の財務上の苦境は知性のある人なら誰でも見出せるほど明らかだった。同社の決算書は 容易に入手できたのだからと述べた。グリッドはその生活習慣をしばしば批判される。特に環境保護を掲げていながらモーターヨットやフェラーリのスポーツカーを所有していることは批判の的となった。自らのブログの中でグリッドは双方とも所有していることを認めたが指摘を受けて売却したと述べた。同様のことを民主党の初期長から攻撃された際には 長年給料を稼いできたし、それらにかかる税金も払っていると主張した。グリンドはまた、恩赦に反対していたにもかかわらず、ベルルスコーニ政権が2001年に与えた、年次恩赦を利用したとも非難されている。グリンドは、犯罪歴のある国会議員は、公職から追放されるべきと提案している。グリンドは、自動車事故で、過失運転致死の有罪判決を受けたことがあるため、 これが実現すると、グリッドは公職に就任できない。これに関して、グリッドは国政に進出する意思はないと述べているが、2009年7月には民主党の予備選に出馬する意向を表明した。グリッドはまた、些細な問題や、非生活に関して政治家を攻撃する一方、自らは有効な対案を示せないで孫を置くとも、呼ばれる。 例えばイタリアの有名漫談家であるダニエーレ、ルッタッチはニュース雑誌マイケロミガのウェブサイトに2007年に掲載された公開書簡の中でグリッドを批判した。ルッタッチはグリッドをデマゴーグやポペリストなどと非難しグリッドは風刺か政治のどちらかを選ぶべきだと主張した。2013年3月デアシュピーゲル氏は論説記事の中でグリッドを 欧州で最も危険な男と呼び、その発言を反民主的と評した。また、グリロのエネルギーは反抗心から生じていると述べ、グリロとベニート・ムッソリーニを比較した、イギリスの作家、ニコラス・ファレルの言葉を引用した。この他、2008年には、グリッドを題材にした、ドキュメンタリーザ・ベッペ・グリージョ・ストーリーが制作され、アルジャジーラ・イングリッシュで放映された。ありがとうございます。